それでは、あえー、中級フランス語 B1、えー、担当井乃井正行のレポート後の解説をしておきます、えー。今回は1人だけ提出に、えー、ですね、提出め締め切りに間に合わない人がいましたので、えー、そういう場合はどうしたらいいかということはコメント欄にい書いてますので、その通りしてください。 からレポートをですね、出してなくて、途中出してなくて、えー、このレポート5を出して,している人が1人いますが、えー、途中2回抜けたレポートを出さない限り、えー、っと、この単位は出しませんので、えー、これはあシェラバスの補足のところにも書いてありますので、 えー、はい。えー、それでは大体の人、あの、ほとんどの人は問題ないんですが、今回はちょっとしたところが問題があったような気がします。えー、ラ・コロンヌ・ネ・プリュと、このエートルはもう、えー、英語の B 同士に当たりますが、まあ、ここでは存在すると、ヌ・プリュですから、まあ、円柱は、 もはやあ存在しないと、えー。直接の現在ですね、このエトロの、えートルの絵。ボジョルイ、今日では、この恩は、まあ、人々、人はと、えー、訳せば住むところって質問がありましたそんなに難しいところではあります。鬼まじ抜くと。人々はいかのように、あれ人はいかのように、えー、想像していると。ルーモン、えー、タッシモン、 えー、タシモンさん。ダジオンアクチェルドソンタイと。ソンタイ地方の現在、アクチェルは現在の地域と、えー。ソンタイの現在の地域のタシモンさんがアンネ・アン・ベスティジュ。このアンは中世代名詞ですね。アン・ベスティジュ・ドゥ・ そして、ドゥラコロン、えー、ベスティージ、遺跡と訳している人が多かったですが、ここでは遺跡ってのはまずいですね、日本語として。名、え、残、ー、痕跡という訳の方が何人かあそういうに訳してました。そっちの方が正しくて、ベスティージを遺跡と訳してるのはいまいち良くないと。減、えー、点しました、評価の方は。 オンンララペラコロンヌと、人々はそれをと。これはラコロンヌ、あるいはルモン、こっちですかね。ルモンタシモンと。人々はそれを、えー、キスティアヌシェルと、天を支える円柱と呼んでいると。えー、セクテルヌペソンのある人々はルそれをと。これ男性名詞ですから、このう ラペルのルモ、これもルモンのうラコロンヌじゃないですね。え人々はそれを、えー、ルシュマヌシェル、天の道。で、これは、えー、っと朗読の動画のところで、これはオンではなくて、えー、N は U の語色であると、えー、申し上げましたが、これは U ですね、OU。 えー、人々はそれを、えー、天への道ま,または、えー、ま現在もなお、えー、巨大な山これはジェ、えー、アンとこれは巨人のという意味ではなくてモンターニを,おーを指しているので巨大な山と呼んでいると。えーっとまあ、ここは おこの G は大文字じゃないかと思いますが、えー、とこの本はベトナムの人ですね、えーと、ベトナムの国営テレビの取材を受けまして、まあ、俳句についてですけれども、えーで、そこに出たベトナムのハノイ俳句クラブの、まあ、会長さんに、えー、この話を知ってるかと言って、今メールをして。 この,最後えー、この話の最後の歌を知ってるかという質問をしたら知らないというのでこれ、えー、このテキスト、フランス語のこの話のテキストを全部今、添、え、付、ー、ファイルで送って、その返事を待っているところで、この本はそんなにベトナム人は読んでないのかもしれません。からもう一つ、えーまあ、私は反響主義者ではありませんけれども、 えー、共産主義、あるいは、まあ、各国の共産党っていうの歴史を、その国の歴史を消す、あまり尊重しないという、えー、原則がありまして、これはいくつかの国で私も体験をしておりますけれども、えー、そういうことがあって、こういう、でもこれあの国立、ハノイの国立の えー、博物館で売ってたんですけども、最初に行ったときですね。2回目にはもうこれ、もうこれ置いてなかったですね。別のところに置いてあったのかな。はい。ということで、この、まあ、現在、ベトナムではフランスができる人は、年配の人おで、日本語ができる、私が出たテレビも日本語、ベトナム語放送、ジャパンリンクというものですが、 えーはい、この話はあんまり知られてないようですね。えー、それでは今回、えー、これで終わりにしましょう。えー、次回、ちゃんと皆さん、えー、っと締め切りを守ってください。それでは、頑張ってください。